皆さん最近どんな本をお読みになりましたか？私これですね、婚活食堂4、チーズのチヂミ作ります。簡単です。ちょっとお焦げが出てきて、あ、チーズの香り。よしよし、皆さんようこそ。よしよし、今日は久しぶりに調理実習です。でその前に、皆さん最近どんな本をお読みになりましたか？私これですね、婚活食堂4、1,2,3 まではもうすでにこのチャンネルでご紹介しておりますが、婚活食堂ちょっと心配してたんですよ。この3が実はその物語の時系列から言って2020年の6月から、まあ、夏の話だったんですね。でその後、うわどうなるんだろう、コロナの影響がこの内容にも反映してくるんだろうか。そしたらこの4は2020年の冬12月のお話でした。めぐみ食堂というのはこの絵の通り、この元占い師のめぐみさんが一人で切り盛りするちっちゃなおでん屋さんです。だからこの大皿から最初のこう、これ今日これねっていうこう突き出しというか、それをこうお通しを選び、そして季節の料理を選び、おでんで締めるっていうのお店なんですけども、このカウンターでね、みんなでこうワイワイ言いながら料理とおしゃべりを楽しむお店、こういう形態のお店がね、本当に今大変な思いをされているんだと思うんですけれども、この本の中ではこのめぐみ食堂は通常の今まで通りの営業をしていました。さあ、でその4でどんなことが起こったのかというのを紹介しながら、今日はこの中の恒例ですね、この後ろの方に載っております物語に登場したメニューのレシピの中から、一つ選んで作りながら行ってみたいと思います。チーズのチヂミ作ります。はい、まずはじゃあこれですね、材料をご紹介しましょう。小麦粉 150g に片栗粉を大さじ2杯です。片栗粉を入れることでカリカリになる、はい、そういう効果があるんですね。はい、大さじ2杯入れます。今日はちょっとね、チヂミすごくうまい、チヂミマスターにちょっとそばで素通りです、はい、私ね、ほんと作ったことがないのでね、そしてピザ用チーズ、これですね、これをたっぷり入れます、大さじ3か、はい、3ですね。で卵1個、あ、ニラを切りましょう。ニラはこんなにたっぷり入れちゃっていいのかしら。あ、はい、じゃあいきます。3センチぐらいに刻むと書いてありますが、今ニラも美味しいですね。うわ、すごい元気なニラ、こんなに入れちゃっていいの。これをもうこの中に入れていいですか。はい、ちょっとこの都度、うわもうね、まあ、中身といいますか、粉のほかはこの具というのはこのニラとチーズだけなんですよね。あれ、3センチより大きくなってる気がするけど、いいかな、大丈夫かな。あ、大丈夫です。嬉しいな、なんか一人だとちょっと心細かったんです。分量の加減もね、よくわからないし、はい、まあでもね、冷めても美味しいし、ということでこのめぐみ食堂でも出すようになったんですね。はい、これに卵割りましょうね。はい、これがやりたくて。はい、そして水がカップ1杯です。 200cc ですね。これだいたいこれでいいですか。あ、だし、だし振りが忘れてました。だしを本当は水の中に溶くんだったろうなと思うんですけど、これどのくらい、まあ、いろんな出汁、中華の出汁だったり、ウェイパーだったりね、いろいろいいんですけど、今日は和風の出汁を全部入れちゃう。半分ぐらいかな。そうですね、はい、入れちゃいました。大雑把だな。これにチーズももう入れちゃう。はい、うん、誰に聞いてるんだったんですね。はい、これをざっくりと混ぜます。混ぜます。混ぜるのってどのくらい混ざったらいいんだろう。あんまり練ったらいけないね。まだ少し粉っぽいけど、あんまり混ぜるとどうなんでしょう。もうちょっと、もうちょっと混ぜる。嬉しいな。うわ、なんかチーズも相まってこうとってもこうねっとりしますよ。そしてほとんどニラって感じ。あ、これが丸だそうですね。
チヂミって家で作ることはなくて、まあ時々その焼肉屋さんやなんかに行って食べるぐらいなんで。いい？まだちょっと白っぽい粉がね、はい、ありますもんね。うわ、すごいですよ。粉っぽさが消えるまで混ぜます。すごくねっとりします、この種だからね。混ぜる入れる順番がなんか私違ってたのかもしれません。混ぜもねまとまります。はい、じゃあちょっとこれができたということで、今度は火にかける準備をしましょう。よしよし、では焼きに入りますね。はい、スイッチを入れてちょっと加熱するんですが、この婚活食堂、この元占い師のめぐみさんは、まあ、占いの能力は今ちょっと失ってるんですけども、その代わり恋心というか、そのあったかい、あ、この人なんかうまくいきそうだなっていう、そういう気配だけはとてもこう感じることができる。だからここの食堂に来ると結婚できるっていうか、縁がこう結ばれるっていう、それで婚活食堂なんですが、今回はですね、このこんな人が出てくるんです。帯にはバチェラー現るっていうことで、どういう人かっていうと、まあ身長180センチ以上、容姿端麗な知的 IT 社長、そんな人がね現れちゃって、だからそれを追うように美女が4人も我こそだとこの食堂に集まってきて、さあどうなるんだろうという、ちょっと今までとまた違う華やかな感じのお話です。これがね、油をどのくらい入れるのかがちょっと問題です。いいですか？どのくらい？まだまだ、もっと入れるの？こんな入れるの？まだ？え？はい。あ、すみません。そのくらいです。はあ、結構入りましたよ。私あんまり普段こんなに油使うことないかも。あ、少し煙が上がってきたんでいい感じかと思いますが、思い切っていきますよ。はい。このくらいからまずね。もうちょっと入れようかな。欲張ると失敗するな。これを平たくすればいいかしら。どのくらいの薄さなんですか？もっとこっちでね、いつもぐらいですね。これ薄さはどのくらいですか？潰れるまで3センチ。うん、そうね、まだこれ固まってないから、もうちょっとしたらピシ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 周りがいってきました。うん、まだかな。半分揚げ物のように油を使うんですね。ああ、どうなの、焦げてないかな、大丈夫？こんだけ油を引いたからですか？ね、ぐらいにしたい。うん、今大丈夫かな？大丈夫ですね。ひっくり返って潰します。このまま潰します。うん、大丈夫そう。はい、わかりました。嬉しいな。今日はチヂミマスターの指導のもと調理を行っております。本当に調理実習感があります。先生、他に何か入れるものがありますか、このチーズチヂミ？私はその時にチーズを上に、あ、この時にひっくり返してチーズを焦がすと、あ、そういうテクニックもあるみたいな。チーズは後で入れるんですね。一回じゃあもうひっくり返してもいいかな。この音がパチパチしてきましたからね、焦げついてはいないです。もういい？はい、いい感じです。ちょっとお焦げができます。あ、チーズの香りすごい。まだ私と、これに、うわ、周りがカリカリ。あ、じゃあ足します。一回し、この一回しってこのぐらい、はい、もう油の海に泳いでますよ。すごーい。ペシ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 潰す。そしたらもう出来上がりですね。もう一回裏返しますか。もうこれでいいですか。心強いな。ポリプロの会社の一室でチヂミを焼いています。上の人誰も見てないといいですね。はい、いい感じじゃないですかね。じゃあこれはもう出来上がりということにいたしましょうか。チーズちょっと入ってきちゃいました。先生、火加減かな。面積が半分になってない？
焦げついちゃいました。どうしましょう。ちょっと時間が長かったかな。反省点としては、ご初心者はちょっとチーズ難しいかも。後で出すの。慣れているコンロ、慣れているフライパンの方はちょっとやってみてください。で、時間があまり経つと焦げちゃうみたいなので気をつけてください。でも本体はうまくいったと思います。はい結局なんかこんなことですが、はい、お店には出せませんが、お家で食べる分にはきっと美味しいだろうと思いますよ。チーズチヂミでございます。なんかね、気のせいかもしれないけど南極大陸みたいな形で、じゃあ実食しますか。よしよし、とってもいい香りがして、そしてこのこんがり焼けた黄色い生地とこのニラの具合がね、綺麗でちょっと壊れちゃってるけど、ここのとこ食べてみましょう。カリッカリですね。触った感触がカリッカリ。いただきます。うん、はいはい、チーズ効いてる。うん、ニラのね、ちょっとこう爽やかな野菜の感じも生きてるし、おいしい形はともあれおいしいです。これよかった。自分のね、フライパン火加減だけちょっと気をつければ、まあ、そんなに難しいものでもないんだと思いますし、ぜひお試しください。めぐみ食堂ではこういうものも出すようになったんですね。この本の世界でも、そのコロナが全く起きてないわけじゃないんですよ。だからこれからはもう前と同じではいられないと、何もかも変わっていくのだろうという中でも、それでもみんな頑張って生き生きと生きている。で、そしてお客さんも常連さんもまたおなじみさんも集まって、で、新しい声も生まれたりしているという、こういう世界がまた次5、6と続いていくといいなと思います。チヂミ、皆さんもぜひお試しください。また調理実習頑張りたいと思います。ありがとうございました。よし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 、今日いかがだったでしょうか。まあとにかくチャレンジするのはいいことですよねはい、チャンネルへのご登録、それから評価ですとか、いろんなコメントをお寄せください。辛口も待ってますでは次回もお楽しみに。よしよし。